ここにポンちゃんがいるんですけれども、走っていいですかポンちゃん。あれ絡まっちゃって、偉いことになってる。寝ながらですか。取れない取れない、パンちゃん爪鋭すぎ。しおくんみたいに爪切りしようよ。あんずちゃんもね。しおんくん遊ばないの？しおんくんはだんだん大人になってきた？でも、あんず母さんを楽しませるために遠慮してる？結構遅いとか。ポンちゃん、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 ポンちゃん。いい性格だね、しおくん。膝さえ噛まなければね。あんずちゃん、お前かけ出さなければね。うん、ぽんちゃん。ぽんちゃんもちょっと子供帰りし始めてるね。実はね、ぽんちゃんも好きなんだよね。飛んだ。昨日ね、夜中にね、うん、なんかハンモックの中で暴れてる音がしたのね、うん、なんかあ、またトリッコしてんのかなって思ってみたら、うん、シオン君が自分の尻尾を追いかけて、ハンモックの中で、ね、よくやるじゃん、なんかワンちゃんとかね、あれをね、ハンモックの中でやってた。ハンモックなしじゃダメだね、この人。はいはいはい、また爪が引っかかってますよ。はいはいはいはい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 。はい。なでさしてよ、ポンちゃん。
あ、爪切りの中にある。爪切らせてね。落ちちゃったかな。うん。じゃあそうだね。1ミリぐらい。人間の爪切り。うん。はい、出た。いいね。なんか。猫じゃらしで遊ぶようになるとみんな同じような子になるね。うん、あーはーってなるね。ただパワーが全然違うね。ラブシオの時のパワーからすると可愛いもんだな。スピード系が出た。おりゃた重量系得意技弾丸ダッシュ。もうちょっと廊下に距離が出ないとね。まだまだ遊ぶんですか？あずちゃんが一番怖いからね。そう。うん、あずちゃん。
あんまり長くずっとこの遊びをしてるとね、動画の時にね、早送りされちゃうよ。なんだって。毎日運動した方が美人にも磨きがかかるね、うん、ちょっと3ヶ月ぐらいケージにいた、なまっちゃったよねきっとね。得意分野の人が来ちゃった。君はね、怪我しないでくれ。あ、グリップも掴みやすいから、あの検索の時にさ、この長さ60センチぐらいありそうだけど、っていうのを入れると意外とヒットする。すごくいいしなりでいい動きをしたやつがあっという間に折れたからね。そう、うん、あ、ワンちゃん。あ、ああ。え、ワンちゃん。ところでみんなゴロンになってる。お腹、うん、お腹、お腹、お腹。はい、ハルちゃんおいで。はい、ご飯だよ。ハンズちゃんどうぞ。はい、ハンズちゃん。
なんですけど。なでなでですか。行くそぶりが。お腹空いてないの？ちょっと匂い嗅いでもらいましょうか。コリコリコリ、そんなまんじゅうちゃんはカリカリ好きなんですね。大人だね。そうなのね。でもキュウリ食べてくればいいとさ、うん、シオンくんでクリップが落ちてた。シオンくんが遊んでたを食べてきた。キュウリ、こっちはあっという間になくなるからシオンだね。こんなです。面白いね。はい、しゅんくん。どうぞ。よいしょ。はい、じゃあまず食べるね。はい、この一豆の。感じです。